ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのリカです。今回お届けするテーマはこちら、ぼったくりに決まってる。日本の寝台列車を見た外国人たちがあまりの凄さに衝撃を受ける。皆さんは寝台列車に乗ったことがありますか？日本の豪華寝台列車が良くも悪くもその価格設定で話題になっています。しかし列車の内容を知るとその値段に見合う価値があると絶賛されました。日本の寝台列車の詳細、世界の豪華寝台列車について見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。アメリカの有力旅行誌コンデナストトラベラーの2021年の読者投票の列車部門で、九州を周遊する豪華寝台列車七つ星 in 九州が1位に選ばれ話題になっています。七つ星 in 九州は2013年10月に運行を開始した日本初のクルーズトレインというコンセプトの豪華寝台列車です。博多から湯布院など九州各地を巡りながら、自然、食、温泉、歴史などを楽しむことを目的としています。寝台列車とは、夜行列車のうち寝台車を主体とした列車を指し、1838年にアメリカのペンシルバニア州で複数の鉄道会社が寝台車の運行を始めたのがその発端です。その後徐々に寝台車運行が浸透し、1867年にアメリカで設立されたプルマン社はアメリカの寝台車の最盛期を支え、イギリスでの初めての寝台車運行に尽力しました。一方ヨーロッパにおける寝台車運行はベルギーで発足した国際寝台車会社ワゴンリー社が始まり、豪華な個室寝台車や食堂車を備えた列車をヨーロッパ各国で運行し、中でも西欧とバルカン半島を結ぶオリエント急行は世界的に有名になりました。そこから遅れること約50年、日本では1900年に山陽鉄道の神戸三田尻、現在の甲府間の急行列車に初めて寝台車が導入されました。当時の寝台車は喫煙室や扇風機などを備えた豪華な一等寝台車のため、一般庶民には手が出ませんでしたが、1931年に料金の安い三等寝台車が登場し、一般庶民も楽しめるようになりました。戦後の高度経済成長期には長距離移動の需要が増え、これに伴い寝台車も急増。1958年にはブルートレインの愛称で人気を博した寝台列車も登場し、ブームとなりました。しかし新幹線や飛行機、高速バスなどの他の長距離移動手段の普及により利用客が減少したため、寝台列車の需要に陰りが見え始め、2000年代以降寝台列車は次々と廃止に。そこで各鉄道会社は寝台列車を移動手段としてではなく、旅行そのものを楽しむというコンセプトを打ち立て、豪華な設備ときめ細かいサービスを提供する寝台列車を相次いで購入。その先駆けが1988年に登場した上野札幌間を結ぶ北斗星です。トイレとシャワールームを設置した一人用の個室のロイヤルや、コース料理が楽しめる食堂車グランシャリオなど、これまでにない豪華な寝台列車として脚光を浴びました。これに続いて大阪札幌間を結ぶトワイライトエクスプレスや、上野札幌間を結ぶカシオペアなどが運行を開始。最近では車内での非日常体験と沿線の観光地巡りを合わせたクルーズトレインと呼ばれる超豪華寝台列車が登場しました。この最たる例が七つ星 in 九州です。料金は時期によって変動しますが、最低でも1泊2日1人当たり約25万円、最高だと1人当たり125万円と、これまでの豪華寝台列車とは桁違いの価格設定で世の中を驚かせました。これに驚いたのは日本人だけではありません。外国人もこの価格設定にはさすがに驚いたようで、日本人でもぼったくりをするのかと言い出す人もいたほど。しかし実際に列車内の様子を見た人たちは、七つ星 in 九州の豪華さにとても感動し、この価格設定に納得してしまいました。七つ星 in 九州はまるで高級ホテルのような豪華な列車だったからです。
七つ星インキュー州は7両編成で、客室はすべてスイートルーム。部屋は懐かしくて新しいをコンセプトとしており、和洋折衷できらびやかすぎず落ち着いた雰囲気。木材を多用した高級感のある内装で、このデザインは鉄道の国際的コンペであるブルネル賞を2014年に受賞しています。廊下の建具や客室の障子などには細い木材で細かく模様を組み込むデザイン性の高い伝統技法である大川組子を採用。モダンな和のニュアンスを感じさせる九州の匠の技が詰まった車両は、走る工芸品といっても過言ではありません。また全ての客室が空調、トイレ、シャワー室を完備。トイレもシャワー室も木のぬくもりを感じさせる装飾が施されており、シャワー室はヒノキのいい香りがするそう。トイレにある洗面鉢は人間国宝の14代坂井田柿右衛門が制作した有田焼の作品で、全室異なるデザインという贅沢さ。さらに七つ星in九州の醍醐味は絵画のような車窓からの風景です。九州の自然を満喫できるよう窓枠が大きく、ベッドやソファーを低い位置に設置することで横になりながら景色を眺めることができます。中でもわずか2部屋しかないデラックススイートのうち1部屋は、車両最後尾側に大きな窓がついているため、進行方向最後尾を走る際は個室にいながら大パノラマを楽しめます。また温かなおもてなしも人気の一つ。特別な訓練を受けた客室乗務員が乗客3人に1人の割合で接客に当たります。高級ホテルと比べても遜色のない上質できめ細やかなサービスで、2016年には第1回日本サービス大賞内閣総理大臣賞を受賞しました。素晴らしいのはマニュアルに沿った動きだけではなく、乗車日が誕生日ならサプライズでお祝いをしてくれるような柔軟性もある点。一度人間味あふれるおもてなしを受けたら、もう一度乗りたいと思ってしまうのもうなずけます。そして何より食事が美味しいのがポイントです。九州を世界に PR する目的がある七つ星in九州は、食事のテーマが地産地消。地元九州を中心に厳選された食材を贅沢に使って、九州を代表する料理店のシェフが自慢の腕を振るいます。火を使えない列車の中でも最上の味を提供したいという思いから、調理スペースには最新のスチームコンベクションオーブンを設置。本格的な握り寿司やフレンチのフルコースなどを堪能できます。さらに食事の際のカトラリーには、ノーベル賞の晩餐会で使用されるのと同じナイフやフォークが採用されています。新たな人生に巡り合う旅がテーマの七つ星in九州。それを最も象徴するのがラウンジカーです。ラウンジカーは昼は休憩の場、夜はバーになる、いわば走る社交場。乗り合わせたお客さんや乗務員との交流を楽しむことができ、この出会いが一生ものになる方もいるほど、その出会いをピアノの生演奏が後押しします。稀に乗客からのリクエストにその場で応えることもあるそう。これもまた思い出に残る時間を過ごしてもらいたいという七つ星in九州ならではのおもてなしです。このように贅の極みを尽くした七つ星in九州、これだけの素晴らしさを見せつけられた海外の人たちは、初めはぼったくりと思っていましたが、それに見合うだけの価値があると認め、その価値はあると思う、この列車に乗るためなら数年貯金してもいいと思ってるよ、こういう列車に乗れるなら5000ドルぐらい喜んで払うよ、まるで五つ星ホテルみたいじゃないか、内装だけ見るととても鉄道車両の中だとは思えない。人生で一番やってみたいことはいろいろあるけど、今この瞬間一番は鉄道に乗ることになったよ。私も乗る前は懐疑的だったんだ。実際に乗ったら10点満点を与えるはず。日本に行く機会があればまた乗りたいよ、などと大絶賛しています。高額な価格設定に負けずに海外から称賛される七つ星in九州は日本の誇りですね。
豪華な寝台列車は七つ星 in 九州だけではありません。世界にもさまざまな豪華な寝台列車があります。金額順に見ていきましょう。まずはオーストラリアを走るインディアンパシフィック。シドニーからアデレードまで運行しており、巨大な車窓からオーストラリアの絶景を楽しむことができます。料金は1人$2,400、日本円で約26万円から。次はカナダ西部を走るロッキーマウンテニア。4つのコースがあり、いずれもカナダの雄大な景色を楽しむことができます。車両はゴールドリーフサービスとシルバーリーフサービスの2種類。シルバーリーフサービスは窓の高いパノラマ車両、ゴールドリーフサービスは特別設計の2階建てのドーム車両となっています。特にゴールドリーフサービスは乗車口からレッドカーペットが敷かれており、乗り込んだ瞬間からワンランク上のサービスの始まりです。また1階のダイニングでは列車内とは思えない豪華な食事を楽しむことが可能。こちらも料金は1人$2,400、日本円で約26万円からです。次はヨーロッパを走るベニスシンプロンオリエントエクスプレス。私たちも一度は耳にしたことのあるあの有名な小説の舞台になった、いわゆるオリエント急行です。車両は最長編成で全長約500メートルもあり、寝台車の他にレストラン、バー、ブティックなど17両で構成されています。ベニスシンプロンオリエントエクスプレスの最大の楽しみは一流シェフによる食事。最高級な旬の食材を用いて作られる料理はスタイルの異なる食堂車のどれかで楽しむことができます。料金は$2,500、日本円で約27万円からとなっています。次は日本のトランスイート四季島。七つ星 in 九州と同様、17ある客室は全てスイートルーム。特製のヒノキ風呂が設置されている部屋もあり、湯船に浸かりながら車窓を流れる風景を眺めれば疲れも癒されるでしょう。また列車内では各地の名シェフが腕を振るう自慢の料理を堪能できます。料金は1人32万円から95万円です。最後はロシアを横断する世界最長の鉄道、シベリア鉄道のゴールデンイーグル。ゴールデンイーグルはモスクワからウラジオストクを14日間かけて走ります。外観は一般的な列車と同じですが、内装はまるで宮殿のよう。どの客室にもトイレ、シャワー、ベッドなどが備え付けられており、中でも最も大きな部屋であるインペリアルスイートには本格的なバスタブもついています。食事は伝統的なロシア料理が楽しめ、ロシアらしくウォッカを飲むのもありです。またある区間では本物の蒸気機関車がゴールデンイーグルを牽引するという贅沢な経験もできます。税を尽くしたゴールデンイーグルの金額はなんと1人当たり$16,995、日本円で約186万円。しかも最低価格がこの値段というから驚きです。紹介した豪華寝台列車のどれも価格に見合うだけの価値があるのでしょう。いつか乗ってみたいものです。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。